ドカン。鹿児島ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールームのコーナーです。鹿児島ユナイテッド FC スタジオも DJ のマッキーです。今日も鹿児島ユナイテッド FC を応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動応援メッセージお待ちしています。さあ、リクエストもね、最後の一曲決まってないので、今聞きたい曲のリクエスト、皆さんよかったら急いで送ってください。公式 部員 LINE からも OK です。ファックスは 099-239-1130 099-239-1130、 メールは sports@mufm.jp sports@mufm.jp までお待ちしています。リクエスト急募です、お願いします。さあ、あのね、今ね、公式部員 LINE 見てて気づいたんですが、ラジオネームかつみさんからいただきました。先ほど今年のユナイテッドのキャプテン、副キャプテンの発表があり、砂森選手がキャプテン、酒本選手、中原選手、牛の浜選手の3選手が副キャプテンになりました。今年は若手の選手が増えたので、位置的な砂森選手がどうチームをまとめるのか期待です。ユナイテッドサポーター部背番号12、ラジオネームかつみさん。かつみさんの投稿で気づいたよ、ありがとうございます。そう、なんかね、もうこのままキャプテン副キャプテン今年は決めないのかな、ひょっとして、なんて昨日ねふと思ってたんですが、発表がありましたね。なんとキャプテンが砂森選手。そっか、砂森選手か。でもいい形で、本当にしっかりされた選手ですから、いろんな角度から まとめてくれそうですよね。本当、勝美さんが言うように知的なので、いろんな本当に意味でね、引っ張ってくれそうな気がする。副キャプテンが牛の浜選手、酒本選手、中原修斗選手、そして選手会会長が野岳淳也選手という発表になっております。そっか、いろいろ変わる今シーズンですが、まずはキャプテン副キャプテンの発表があったということをお知らせいたしました。さあ、それでは今日はですね、今週練習取材してきました。その中でアーサーパパス監督、茅沼雄生選手、田辺圭介選手のコメントをお送りしましょう。Yes, it was a nice, actually a very nice day out there today. And look, we worked on some areas of our structure as well, which has been part of the training week, the plan we had for the week, and just dealing with certain situations collectively in terms of how we try to win the ball game. 本当に、まあ、今日は、まあ、天気もいい日なんで、まあ、その中で自分たちのやっていく構造の部分に関して今回はやっていった、まあ、1週間のサイクルの中のそういった日だったので、しかしそういったところで、まあ、特別今日やったところで言うと、どうやって自分たちがボールを奪うかというところに焦点を当ててやっていきました。 Understand the distances that we need to keep as well in terms of staying compact. So it's a little tool that I used before as well with some other teams. I'm just maintaining compactness vertically. で、本当に、まあ、こういったビュースのところは、まあ、選手たちに分かりやすくするためのガイドというようなもので使って、まずはコンパクト、選手たちの距離感をコンパクトにするためにこういったものを使っています。まあ、以前にもこういったことを、まあ、他のチームでも使ったこともあって、まあ、本当にコンパクトなところをしっかり強調したいから、やっぱりこういうふうに、ビュースのようなものをつけて、この縦の距離感ですね、縦の距離感をしっかり、見えるということをやって、今回はやっていきました。はい、よろしくお願いします。最後1年間、まあ、自分がしっかり全試合出場というか関わりながらも、まあ、やっぱり自分たちが最後、まあ、一番上に、立ててるっていう、まあ、そのことが一番大事だと思うんで、まあ、しっかりそこは、っていう部分にこだわって1年間通してやってきたらなと思います。練習中でも一人一人がやっぱりコミュニケーションを取りながら、攻撃の部分とか守備のこういう細かい部分っていうのは非常に多分大事になってくると思うんで、でもそういった意味で多分自然とコミュニケーションが練習中も取れてるのかなっていう、そういった印象ですか。カエルマでした。ありがとうございます。セットプレーなど中心にちょっと軽めの練習やりました。特に昨日なんかはコンディショニングトレーニングで、なかなか激しいトレーニングができて、みんなからきつい中、一生懸命体を追い込めたんで、なかなかいいトレーニングが
できてると思います。センターバックやるって決まったわけではないと思うんですけど、最近はずっとそのポジションでやらせてもらってて、まあ、与えられたポジションで、まあ、全力でやるっていうのが、まあ、プロだと思いますし、まあ、慣れないポジションですけど、自分としては初めて、まあ、これだけちゃんとセンターバックっていうポジションをやらせてもらって、まあ、なかなか難しさだったり、まあ、逆に、まあ、少し面白さだったりっていうのもちょっと見つかってきたかなっていう感じで今はやれています。まあ、そのキックの部分は特徴であると思うんですけど、守備の部分で、まあ、前の相手に結構強く行く部分だったりとか、まあ、そこで奪って、まあ、攻撃につなげられる部分だとかっていう部分で、まあ、自分の特徴は少しは出せるかなっていうふうには思ってて、で、まあ、チームの、まあ、方針というかスタイル的にあまりロングボールを多用するようなスタイルではないので、まあ、短いパスで、まあ、ゲームを作っていって前に前進していくっていうスタイルなので、まあ、その部分でもう少し技術を高めて、まあ、後ろを安定させたいなというふうに思ってます。はい、今のコメントを聞いてお気づきかと思うんですが、そうなんです、今ねもう試合形式で距離感をこう確認したりとか、もう具体的に練習トレーニングがもう大詰めなんだなっていうのを今週の練習で感じました。でその時にね、田辺選手が今の時点ではですよ、もちろん変わるかもしれませんしどうなるかわからないんですが、センターバックの位置頑張ってらっしゃって、でまあご本人もやっぱりプロであるからにはやっぱりこのポジションで頑張っていけと言えばもう行くしかない、頑張るしかないっていうことで決意をね語っていただいてましたけれども、他にもね、あこの選手がここの位置なんだとか、いろんなね選手のこうまあ、あこうなるのかなとかいろいろちょっと想像してしまったんですけれども、いよいよね3月の14日開幕ですので、もう本当にあっという間です。またいろいろ取材を通してね見えてきたものがありましたら番組でご紹介していきますので、ぜひ皆さん一緒に応援していきましょう。ということ